アクテシエキの柿飯柿飯は柿を使った料理の一種である。柿の産地ではポピュラーな炊き込みご飯のメニュー。柿はあらかじめ醤油、みりんで煮込み、その出汁でご飯を炊き込む。炊き上がったご飯に煮込んだ柿を加えて蒸らして出来上がり。炊き込みご飯ではあるが、柿を加熱しすぎると身が小さくなり硬くなるため一般には米と柿を一緒に炊き込まない。 駅弁としても著名なものがいくつかある。根室本線のあっ駅の駅弁、柿飯、広島柿を使った広島駅の駅弁、しゃもじ柿飯、め佐世保駅の九十九島柿飯など。料亭やレストランなどでは、釜飯酔い心本店の柿釜飯や広島屋原、堀製造おしょこめ屋の広島柿飯のほか、週刊ポストなどでも紹介された話題の店もある。駅陣話。 アッケシ駅名物駅弁は、母の味かきが、旅人引き込む朝日新聞2012年8月19日、かきの美味しさを堪能できる、しゃもじカキ飯、アーカイブド2013年2月13日、アットザウェイバックマシン、MSN3K ニュース2013.2、13、13時30分。ありがとうございます。